ナナイナイミュージックで平野くんが全カメラに挨拶その可愛すぎる瞬間を見逃すな岸くんが選んだ高級トマトとマヌカハニーの秘密神宮寺勇太くんのトマト愛と岸くんの甘い誘惑に迫る昨夜の「ナイナイミュージック」を見ていたらナンバーアンダーライン愛が登場していました平野くんが一つ一つのカメラに挨拶している姿がとても可愛かったです 彼の細やかな気配りと真摯な態度には感心しました。また、高級トマトや高価なマヌカハニーを楽しむ岸くんの気持ちにも共感しました。私も同じように美味しいものを楽しみたいと思います。見逃してしまった回を見ることができて本当に嬉しかったです。いつもありがとうございます。差し入れ選手権では、それぞれが好きなものを選んでいました。翔くんはトマト、 雄太くんもトマト、そして岸くんはトマト2個とマヌカハニー3個を選んでいました岸くんが今回は怒られなかったのか心配ですがすべてのカメラに向かってお久しぶりでございますと挨拶する姿がとても可愛かったです岸くんが仁くんにうたはと聞いているシーンでは心臓が飛び出そうなほど驚きました何度もリピートして確認しましたがやはりうたと言っていました 牛ん五粒で七百十円という高価なものに気づいた時の騎士君の驚いた表情もとても可愛かったです。このシーンを見ていると、自分も、ユータと呼ばれているかのような気分になり、心臓がドキドキしました。ユータがユータと呼ばれる瞬間は本当に尊いもので、頭が爆発しそうでした。ぬこちゃんも同じように心臓のドキドキが止まらないと言っていました。スモモちゃんは、やばくない、と言っていて、 その破壊力に驚いていました。紫式部も何度もリピートして検証していましたが、その度に心臓がドキドキしていました。岸くんがジンくんに言うたわ、と聞いているシーンでは、何か特別な感情が湧いてきました。これはただの一言ですが、その背後には深い絆と信頼が感じられます。視聴者としてその瞬間に立ち会えたことはとても貴重な経験でした。 三月証券もこのシーンに感動していました。彼は、どうしたのと聞いていましたが、その言葉には何か特別な意味が込められているように感じました。シンクもこのシーンを見て驚いていました。彼女は、わあ、本当だ、と言っていて、その驚きと感動が伝わってきました。タール砂漠も同様に心臓のドキドキが止まらないと言っていました。彼もこのシーンを見て感動し、 岸く君の言うた呼びに驚いていました。この瞬間は視聴者にとっても特別なもので、心に深く刻まれるものでした。このように、内々ミュージックの一つ一つのシーンには、多くの感動と驚きが詰まっています。視聴者それぞれが異なる感情を抱き、それが一つにまとまることで、番組全体がさらに魅力的なものになります。岸く君の言うた呼びはその一例に過ぎませんが、 その背後には深い絆と信頼が感じられる瞬間でした。このような瞬間を通じて、視聴者と出演者の間には強い絆が生まれます。その絆は番組を超えて続いていくものであり、視聴者にとっても特別なものとなります。ナイナイミュージックは、こうした瞬間を大切にしながら、これからも視聴者に感動と驚きを届け続けることでしょう。 番組を見ながら感じたことや考えたことを共有することで視聴者同士の絆も深まります SNS での反響やコメントを通じて一つのシーンが多くの人々に共有されそれが新たな感動と驚きを生むのですこれからも「ナイナイミュージックは視聴者にとって特別な瞬間を提供し続けることでしょう「ナイナイミュージックの魅力はその細やかな演出や出演者の自然な振る舞いにあります 視聴者は、ただ番組を見るだけでなく、共感し、一緒に笑い、時には涙することで、より深い感動を得るのです。このような一体感は、現代のテレビ番組にとって非常に重要な要素であり、視聴者の心をつかむ鍵となっています。例えば、岸くんが、ユータと呼ぶシーンは、ただの一言ですが、その背後には長い時間をかけて気づかれた友情と信頼が感じられます。 視聴者はこのようなシーンを通じて自分自身の経験や感情を重ね合わせより深い理解と共感を得るのです。また、平野くんが一つ一つのカメラに挨拶する姿も彼の真摯な姿勢と視聴者への感謝の気持ちが伝わってきます。こうした瞬間は視聴者にとって特別なものであり番組の魅力を高める重要な要素となります。視聴者は 番組を通じて自分自身の感情や経験を振り返り新たな気づきや学びを得ることができますこれは単なるエンターテインメントを超えた深い意味と価値を持つものだまた「ナイナイミュージックの一つ一つのシーンには細やかなディテールやユーモアが詰まっておりそれが視聴者を楽しませる要素となっています例えば岸くんが高価なマヌカハニーを選んだシーンでは その選択に対する驚きと共感が生まれます。視聴者は彼の選択に自分自身の思考や価値観を重ね合わせることで、より深い共感を得るのです。さらに、番組を通じて視聴者同士がつながりを持つことも重要な要素です。SNS での反響やコメントを通じて、視聴者は一つのシーンに対する自分の感情や意見を共有し合い、それが新たなコミュニティを形成するのです。これは、 視聴者同士の絆を深めると同時に番組自体の魅力を高めるものとなりますこのようにナイナイミュージックは単なるテレビ番組を超えた多くの人々に感動と共感を与える特別な存在です視聴者は番組を通じて新たな気づきや学びを得ると同時に他の視聴者とつながりを持ち共感を共有することができますこれからもナイナイミュージックは 視聴者にとって特別な瞬間を提供し続けることでしょう。私たちがナイナイミュージックを楽しむ理由は、その深い感動と共感を得ることができるからです。視聴者は、番組を通じて自分自身の感情や経験を振り返り、新たな気づきや学びを得ることができます。また、視聴者同士がつながりを持つことで、番組の魅力はさらに高まり、 その特別な瞬間が多くの人々に共有されるのです。これからもナイナイミュージックは、視聴者に感動と驚きを届け続けることでしょう。私たちもその特別な瞬間を大切にし、一緒に楽しんでいきたいと思います。ナイナイミュージックが提供する感動と共感の瞬間は、私たちの心に深く刻まれ、これからも忘れることのない大切な思い出となるでしょう。視聴者として、 私たちができることは、その特別な瞬間を大切にし、他の視聴者と共有することです。SNS でのコメントや反響を通じて、自分自身の感情や意見を共有し合い、新たなコミュニティを形成することができます。これが、番組の魅力をさらに高めると同時に、視聴者同士の絆を深めるものとなります。ナイナイミュージックは、 これからも視聴者にとって特別な瞬間を提供し続けることでしょう。その一つ一つのシーンには多くの感動と驚きが詰まっており、視聴者にとって大切な思い出となります。私たちもその特別な瞬間を大切にし、一緒に楽しんでいきたいと思います。最後に、ナイナイミュージックが提供する特別な瞬間について考えてみましょう。あなたにとって、 最も印象に残っているシーンは何ですかそれはどのような感情を呼び起こしましたかその感情を他の視聴者と共有することで新たな気づきや学びを得ることができるかもしれません。これからもナイミュージックを楽しみながらその特別な瞬間を大切にしていきましょう。